広田隆史は、日本の実業家。1969年から1981年まで12年間、小田急電鉄社長を務め、1981年から1986年に、死去するまで同会長を務めた。また、日本ミニエ鉄道協会会長等も務めた。君一等随法省受賞。大分県出身。1932年。 旧制東京商科大学卒業、三菱銀行入校。1961年三菱銀行取締役。1963年安藤奈良六に誘われ、小田急グループに入り、小田急百貨店専務就任。1964年小田急電鉄取締役。1965年度、専務。1969年小田急電鉄社長。 1981年同会長、ホテル小田急社長も兼務。ホテルセンチュリーハイアットの特別の客室外、リージェンシークラブフロアの拡大や、女性スタッフによる飲み物の提供、各種案内サービスを開始し、1984年に開業したヒルトン東京に対抗した。1985年、ホテル業界の競争激化に伴い、 専人の社長を設けるため、ホテル小田急の社長を退任し会長に就任。1980年君に二等法省受賞。1981年から1983年まで、日本民営鉄道協会会長を務め、運賃値上げ問題に取り組んだ。総理府観光政策審議会委員、相模鉄道取締役、財団法人。 安藤記念小学財団初代理事長等も務めた。小田急電鉄会長在任中の1986年11月29日、東京都多摩市桜ヶ丘の自宅で死去。去年77、没後、樹三未君一等随法書を追贈された。ありがとうございます。